にちは、ベビーチャンネルです。今回はクラシエのハッピーキッチンハンバーガーを紹介します。用意するものは水だけだけど電子レンジを使います。簡単に本物そっくりのハンバーガーを作っちゃおう。裏側には詳しい作り方が載っています。では開けてみます。どこかな？ここ点線がいっぱいついていて、ここを上手に切るみたいです。切ります。切れます。中身はこんな感じです。トレー、コップ、ナイフ、スプーン、これは中に入っていた袋を切ったものです。ポテトの素、パンの素、ハンバーグの素、ケチャップの素、チーズの素、コーラの素です。それでは作っていきます。レークッキング。まずはトレーを切り離します。いっぱい切り離すとこがあります。ポテトを作ります。ギザギザのトレーにポテトの素を入れます。三角カップ2杯の水を入れます。2分で混ぜます。こぼさないようにね。わ、すごいポテトチップの匂いする。あ、いい匂い。指で押して平らにします。ギュッ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 。こちらを電子レンジで約30秒加熱します。うわー、いい匂い。いい匂いしよう。ポテトの匂いがします。線に沿ってナイフで切ります。ポテトっぽい。次はハンバーグを作ります。ハンバーグの素をトレーに入れます。三角カップ2杯の水を入れます。1、2、2スプーンで混ぜます。ん、なんだこれ。ニンニク。あー、水少なかった。手で丸めます。では手で丸めます。なんかベトベト、まとまったらトレーのハンバーグみたいな絵が描いてあるところに押し込みます。次にパンを作ります。パンの素をトレーの星のところに入れます。三角カップ2杯の水を入れます。1、2、よく混ぜます。色が、匂いは甘いパンの匂いです。パンの素を入れます。あれ、こちらも電子レンジで約30秒加熱します。加熱したらこんな感じになりました。パンは膨らんで、ハンバーグはますますハンバーグっぽくなりました。次はチーズを作ります。ギザギザトレーにチーズの素を入れて、三角カップ1杯の水を入れます。よく混ぜます。いい匂いがするね。うん、まとまったら手でこねます。こんな色、こんな色。チーズの大きさガイドに合わせて伸ばします。伸ばしたチーズを半分に切ります。大丈夫かな。よし、いった、入れた。ケチャップを作ります。ケチャップの素をトレーに入れます。すごいケチャップの匂いします。なんか赤っぽい色。三角カップ2杯の水を入れます。1、2、
チチャップだから赤く。コーラカップ、ポテトカップ、型を作ります。では仕上げをします。パンは2等分に、ハンバーグは4等分に切ります。ハンバーガーを組み立てます。ハンバーグ、チーズ、ケチャップ、ハンバーグ、パン、ハトを刺します。パンの上にハンバーグにのせて、チーズ。で、ケチャップにのせてね。なんかお店屋さんみたい。できたー、イエイイエイ。で、できたー。コーラを作ります。上から1センチのところまで水を入れます。1センチくらいだよ。コーラの素を入れてスプーンでよくかき混ぜます。匂いはコーラです。匂いはコーラ。あ、炭酸が出てきた。あ、中黒い。ポテトをポテトカップの中に入れます。高級ハンバーガーさん。完成しました。本物っぽいです。ちっちゃいけど。ちっちゃいけど本物っぽい。これ普通のサイズの折り紙なんだけど、折り紙にこんなにちっちゃく収まっちゃいます。いただきます。ポテトから食べます。うん、ケチャップ。んおいしい。おいしい。ポテトの味する。うん、柔らかいポテトチップスって感じです。美味しい。炭酸はあんまりありません。食べます。うん、美味しい。美味しい。ハンバーガーの厚さは中はこんな感じです。わー、チーズ濃厚。あー、これ癖になっちゃう。美味しい。ハッピーセットを自分で作って食べてるみたいです。うん、ハンバーグだけど。おいしいね。幸せだね。